どうも、皆さん、工藤でございます。今回も、クドラジ聞いていただき、ありがとうございます。今日は、AI のお話をちょっとしようかなと思います。まあ、ここ最近ですね、まあ、ちょっと、ピクセルガールズのイラスト生成したり、メカのイラスト生成したりっていうのが、まあ、できてなかったんですよ。まあ、ちょっとお仕事の方がね、忙しかったり、まあ、にぼって再開したり、インタビューあったり、まあ、なんかいろいろ、立て込んでて、ここ一週間ぐらいは、ちょっとサボり気味ではあったんですけど、またね、ちょっと再開していこうかなというふうに少しずつなってきているので、まあそれに関するお話というか、はい。まあこれまでのそのイラスト生成に加えて、プラスアルファで、またちょっとね、使ってみたツールなんかもあるんで、その話とかもね、できたらいいかなと思っていて、で、まあ、本題というのは、まあ、その、動画生成の AI で、まあ、今ちょっと話題になってますけど、ルマ AI の、まあ、ドリームマシンというのがね、今話題になってますよね。知ってる方は知ってると思いますけど、オープン AI が出した動画生成 AI のソラを、まあ、超えるまではいかないのかもしれないけど、まあ、ソラがね、ちょっとまだ使えない状況に、あって一般公開はされてないらしいんですけど、先にねそのルマ AI から、まあ、ドリームマシンっていう動画生成 AI が出て、おー、空に匹敵するんじゃないかみたいないうふうに、まあ、言われているものになります。でその話はちょっとまた別の、回にちょっと話をしようかなと思ってて、ちょっとそっちはね今まだなんていうかな、お試しで、なんか適当にプロンプト入れて、適当に生成してみて、あ、こんな感じかっていう状態なので、まだちょっとね、なんか、うまく突き詰められてないというか、だから、もうちょいしたらちょっと話をしようかなと思っていて、で、今日は、その、まあ、なんていうかな、全然動画生成と直接関係あるわけでもないんだけど、まあ、イラストというか、まあ、写真かな？どっちかっていうと。白黒写真をですね、カラーにするっていうことを、ちょっとやったっていう話があるので、ちょっとその話を今日はしてみようかなと思います。リンクトインの方ではですね、昨日、一昨日ぐらいにちょっとシェアさせてもらったんですけど、フォトショップですね。フォトショップの、その、AI 機能になるのかな、それもね、を使って、昔の、古い写真をですね、まあ、カラーにしてみたというお話なんですけど、まあ、きっかけはですね、なんか私の母親が、まあ、この前までちょっと実家の方に帰ってたんですよ。で、まあ、その、私の祖母ですね、おばあちゃんとか、まあ、おじいちゃんが、ま、いるわけですけど、の、昔のその若い頃の写真、があったって言って、ちょっと私に教えてくれたんですね。で、こんなんだったんだよ、みたいな。おじいちゃん、ばあちゃん、みたいな。さらには、さらにその一つ上の世代。だから、おばあちゃんのお父さんの写真なんかも見せてくれてたというか、その見つけてきたらしくて、まあ、私からすると、だから、ひいじいちゃんですよね。もう私はもう会ったこともない。本当にどんな人かも全然知らないっていう、ね。ものですね。ものっていうか人ですけど、その、ひいじいちゃんとか、まあ、ばあちゃん、じいちゃんとかの、その、若い頃とかの写真を、見つけてきたと。で、実際のその、実物の写真ではなく、その、スマホでね、雑に撮影した、まあ、写真があって、それをスマホで、まあ、スキャンということを、まあ、できなくはないけど、まあ私の母親そこまでではできないので、ただスマホで写真をパシャって撮ったっていう、画像があって、それを見せてくれたんですよね。で、まあそれを見たときに、ちょうどですね、そのドリームマシン、さっき言った動画生成 AI がですね、まあ流行っていたというか、ちょっと話題になってたタイミングで、で、まあそのドリームマシンを使ってですね、昔の写真を読み込ませて、もちろんプロンプトも入力するんですけど、読み込ませると、あたかも写真じゃなく動画のように動くと。その写真の中の人物がね。っていうのがちょっと流行ってるみたいな。そういう面白い使い方がなんか流行ってるっていう風に聞いて、あれもしかして、なんかまあタイミング的にもちょうどよかったし、この
じいちゃんばあちゃん、まあ、ひいじいちゃんとかの写真を使えば、なんか AI で動かせるんじゃね俺もと思って、やろうと、まあ、思ったわけなんですけど、試しにちょっとやってみたんだよね。その、ほんとただその画像をね、もうポンドリームマシン投げて、で、そのプロンプト適当になんか、アガールみたいな感じで、なんか、アガールスタンディングみたいな、立ってる女性とかさ、みたいな感じで、入力してやってみたんですけど、まあちょっとあまりうまくはいかなくて、ドリームマシンの方は。だからさっきも言ったけど、ちょっとまだこれから突き詰めていくっていう感じ、プロンプトとかね。なんですけど、うまくいかねえなーと思って。で、よくよく見たらやっぱ白黒なんですよね。当たり前ですけど、その、まあじいちゃんばあちゃんの若い頃っていうと何年ぐらいになるんだろう。まあ、ひいじいちゃんとかになったらそれこそ1000、前とかなのかな、まだ戦争とかしてた時代だと思うんですけど、まあその時代の写真なので、まあやっぱどうしても白黒写真になってしまうと。で、まあすでにね、その白黒写真をカラーにする技術って、まあそんなもう大した技術でもないと思うんですよね。もうちょっと前からもうできると思うし、まあだから私もなんかキャンバとか、まあ、今回はフォトショーを使ったわけでしょう。ですけど、ネットで調べればね、いくらでも出てきます。まあ、AI でなんか、白黒写真もの、カラーにするとかね、出てくるんですけど、まあ、そんな中で、フォトショーのやり方が記載されていたので、ちょっとそれをね、使って、じゃあ、ちょっと動画はあれだったけど、この白黒写真、ちょっとカラーにしてみたら、なんか、その、母親とか、その、まあ、ばあちゃん、じいちゃん。まあ、ひじちゃんはちょっともう生きてないですけど。喜んでもらえるかなと思って、なんとなしに、じゃちょっと画像送ってよ、それって言ってお願いして、送ってもらって。で、画像データをパソコンに取り込んで、で、それをこう、フォトショーで、まあ、余計な部分はちょっと切り取って、写真のほんと白黒の部分だけにして、で、それを、ですね、調べたらですね、ちょっと、フォトショーのマニアックな話にはなるかもしれないですけど、なんだっけ、ニューラルフィルターっていうのがあるらしくて、なんだっけな、フィルターかな？フォトショップのタブにフィルターっていうタブがあるんですけど、フィルター、ニューラルフィルターっていうふうに、クリックすると、なんかね、レタッチモードみたいな、なんか AI によるレタッチモード的なものになんかなるらしくて、アドビー先生の技術を活用した機械学習が使われているみたいです。私も昔、フォトショップ勉強したときに、レタッチ、人物の、なんか顔をちょっと歪めて顔を細くするとかさ、肌を白くするとかさ、なんか、あるじゃないですか。ファッション雑誌に載ってる多分モデルさんとかは多分ほぼほぼ全てレタッチされて、綺麗に見えるようにね。なってると思うんですけど、まあそういうことを昔勉強したことがあったんですけど、まあなんかめんどくさいなと。わあ、こんな細かいことしなきゃあかんのか、みたいなね。と思ってたんだけど、なんかそのニューラルフィルターっていうのを使うと、その AI を使って、なんかすごいただ、こう、いろいろパラメータをね、いじるだけでできちゃうと。いうのがあって、で、その中に、その白黒写真をカラー化するっていう機能が、もう名前もカラー化っていう名前だったんだけど、をオンにすると、白黒写真がなんとカラーになるということで、本当にね、フォトショーに画像を取り込んで、で、フィルター、ニューラルフィルターでカラー化っていう感じで、もうクリックしてポチ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 やるだけで、簡単に、めちゃくちゃ簡単に、白黒写真がね、カラーになりました。で、実際それもね、ちょっと母親とかに送って見せたんですけど、やっぱ、なんか喜んでましたね。喜んでたというか、なんか、面白がってましたね。やっぱ白黒は白黒で良さがね、もちろんあるとは思うんだけど、なんかその、当時のね、なんか思い出がやっぱカラーだと、よりこう、鮮明に蘇ってくるのかな、みたいな、いうところやっぱありますよね。まあだから、本当きっかけはね、やっぱ最初のそのドリームマシンきっかけだったんですけど、まあ、白黒写真をフォトショップで、カラー化してみたら、まあなんか、結構面白かったんで、やっぱ、
なんていうかな、おじいちゃんおばあちゃんの、その、白黒写真。白黒だとやっぱ色がわかんないから、なんかこの服どんな色なんだろうとかね思うんだけど、あのカラーにすると結構ばあちゃん派手な服着てんなみたいなさ、ばあちゃんの友達っていうか、まあね、時代が時代だからなんかすごい髪型だけどこの格好が当時流行ってたんかみたいなね、うん、のがあって、あの結構面白かった、やってる側としても、うん、なんかね一瞬にしてその白黒がカラーにパッてなるから面白かったですよ。やっぱね最近はまあ当たり前ですけど写真撮ればカラーに、ね、なって逆にその白黒にするっていう、ちょっと味を出すために白黒にするとかねっていうのがまあねできますけど、まああれはあれでなんか面白いかなと思うけど、私はそこまでのなんか白黒のなんか良さというか写真をよく見せる方法とかもそんな詳しくないんでね、ただ白黒にしてああ白黒になったなぐらいのなんか感じしかないんですけど、やっぱ白黒の写真をカラーにするとなんか蘇ったというか、うん、すごいというふうにはなりましたね、うん、まあだからぜひこれ聞いてる方の中にその白黒写真、昔のね白黒写真とか、まあ、眠ってる方がいたら、まあ、特にだからおじいちゃんおばあちゃんとかかな、おじいちゃんおばあちゃん、ひいじいちゃんひいばあちゃんとかのね写真がもし眠ってる方いたら、まあ一番いいのは多分その写真をそのプリンターっていうかそのなんていうんだ、そのスキャンできるやつ、うん、を使って、まあ、スマホでも多分今できると思うけど、スキャンしてで画像データとして読み込んで、でそれをまあ、今回私はフォトショーを使いましたけど、他にも、ね、さっき言ったキャンバーとかでもできるっぽいので、ほんとワンクリックでなんだっけな、カラーライズだったかな、なんか2つぐらい機能があるとかって言って、うん、なんかオープンソースになってる技術だとか言ってたかな、うん、そういうのを使えば、まあ、できたりとか、まあ、もちろんフォトショーでもねできるらしいので、ただねキャンバーの場合は本当にワンボタンでできるんだけど、パラメータをいじったりはできないみたいです。だからもうポチってやって出てきた結果、もうそれがもうそれで完成なんだけど、フォトショーの場合はちょっといろいろねパラメータいじったりすることになるので、まあパッて自動で出来上がったやつに対して、あこここうじゃないな、もうちょっとこうしてほしいとかってパラメータをいじることができる。ただその分ちょっとねほんのちょっと複雑というか、うん、全部自動ってわけではないので、うん、だからそこがちょっとまああとまあ Adobe はね有料アプリケーションですから、まあそこもちょっとハードルありますけど、まあ Photoshop が使えるんであれば Photoshop でやった方が絶対いいなとは思いますね。うん、さっき言ったそのカラー以外の他にもなんかその昔のちょっとぼやっとした写真をくっきり見せるようにする処理とかもねあったり、他に何があったかな、なんか JPEG 画像のなんかノイズをなんか除去するみたいな機能があったりとか、他にもいろんなねそのなんか AI 使った機能がそのニューラルフィルターでしたっけに、うん、あるので、ぜひそれでね白黒写真カラーにしてみたら面白いんじゃないかなと思います。はい、まあだから今回ねちょっとおじいちゃんおばあちゃんの写真とかひいじいちゃんの写真とかできたんで、なんかねそれこそ今年の夏とかねちょっとおじいちゃんおばあちゃんの家行こうかなみたいな話を家族としたりしてるんで、その時とかにねいっぱいなんか見つけてきていっぱい写真パシャ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 撮っておいて、画像としてね撮っておいて、で帰ってきてからパソコンでフォトショーでねもうどん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 カラーにして、でおじいちゃんおばあちゃんに見せてあげるとかねできたら、まあなんかちょっと喜んでもらえるのかなって思ったりはしてます。はい、まあおいおいそのドリームマシンとかね、まあ空が出たら空とか使って、まあ動画ね、できたらね、ちょっとよりいいかなと思うんですけど、うん。その場合はやっぱり最初にカラーにしてからの方がいいのかな、やっぱね。カラー写真にして、まあ白黒のままでもいいと思うんだけど、カラー写真にして、それをその動画生成 AI で、まあなんか動かして見るっていう感じかな。うん、まあ
想像すればね、なんとなく、あ、こういう感じにできるかなって思うけど、うまくいくかどうかは、ちょっとわかんないですね。でもそれができたら、結構喜んでもらえるんじゃないかなと思ってますけど、はい。まあ私のおじいちゃんおばあちゃんもね、もうそんなに、長くはないって言ってあるかな。結構、年いってるんで、90はでもいってないかな。80いくつだと思う、多分。ただまあ、今年入ってから言いましたけど、その、おじいちゃんね、ちょっと入院したりしてて、はい。まあ、もう、どうなんだろう、家に帰ってこれんのかな、わかんないけどね。まあ、そういう状態でもあったりするんで、まあ、できる限りなんか、ね、私にできることで、なんか喜んでもらえたらいいかな、というふうには思っています。はい。まあ、そんな感じです。最近はだから、その、生成した、まあ、イラストとかね、親に送ってもらった家族の白黒写真とか使って、AI 使って遊んでおります。はい。というわけで、今回は、AI を使って、まあ、Photoshop ですね。Photoshop の、まあ、AI を使って、モノクロ、白黒の写真をカラーにして、おじいちゃん、おばあちゃん、母親、まあ、家族をちょっと喜ばせてみたというお話でございました。次回というか、またおいおい、動画生成 AI、まあ、ドリームマシンを使って動画を作ってみたっていう話もね、していくんで、よかったらそちらも聞いていただけると嬉しいです。はい、というわけで、じゃあ今回はここまでにしたいと思います。今回もここまで聞いていただきありがとうございました。それではまた次の配信でお会いしましょう。バイバイ。